ということで続いてはラストですね。こちらでございます。ひなわんグランプリでございます。かわいい。こちらのシーンをご覧ください。さあという3つのシーンをご覧いただきました。まずは1回目の投票です。手元の番号札で投票お願いします。どうぞ。悩んでいる石川海人さん1番を挙げた。13331ということでございまして、現状3が多いという結果になっております。僕は多分そのこの1のシーンって僕その現場にはいなかったですけど、今こう改めてバーって見た時になんか偉そうなこと言うと、あ、村瀬くん成長したんだなってうわすげえ思った。声の出し方、なんかその日向とともにその声優村瀬歩がこんなにも成長してるんだっていうのがあの一言でわかる声だった。いやもうね、いやそれはでかすぎる。それはもうでかすぎる。嬉しすぎる。恐縮だけど嬉しい。あんなにひたむきだけじゃない、しっかりとしたずしっとした声で叫べるようになってんだなってすごい感動しました。悔しさも入ってるしな。1です。一押しです。すいません、1です。1か。